ということで本日は、はい、何の日でしょうか。新メンバー引っ越しの日です。やったー、来たー、来たね、とうとう。いやー、住むね。住むよ。ちょっと来てるのかな。もう来てますよ。あらら、あれ、あ、どうぞ。あー、はい、ちんとまでーす。お願いします。お願いします。髪を染め直しました。ちんとまです。ほんと。いや、なんかもともとインナー入れてて、わ、めっちゃ可愛い。最近ちょっと濃くなってきたんですよ、落ちて。めっちゃ似合う、ね、染めてなかったです。すいません。はい、お願いします。お願いします。大変だと思うけど、ちょっと手伝うんで。ありがとうございます。頑張りましょう、犯人も。はい、引っ越しそば的なのはあるんでしょうか。態度があるんだろうな。引っ越しどうなって。ありがとうございます。ありがとうございます。みんなでね、後で休憩でじゃあ食べましょうか。食べますか。はい、はい、ありがとうございます。お願いします。じゃあこちらを置いてみましょう。ということで、じゃあね、僕とひいこでガンガン手伝っていきましょうか。いきましょう。はい、ありがとうございます。はい、ということで荷物も続々と運ばれております。ここがちんとものお部屋になります。あ、来るかも、アリさん。来ないでしょ。来るのよ。あ、いらっしゃい。さあ、引き続き、はい、アイリーさんの引っ越し、はい、やってまいりました。お願いします。お願いします。ちょっと外、ここから見たけど、めっちゃでっかい車で。あ、そうなんです、レンタカーして。あ、そうなの。結局業者頼むとあんま値段変わんなかったんですよ。そうだよね。そうなんですよ。大きいし、高速代と。そっか。はい、そっか。そうなんです。姫路からここまで。はい、やばい。何時に出たの。え、昨日の2時とかですね、夜2時。うわマジで。今日ちょっと早めに着いて、あのスカイツリー行ってました。えぐっ。スカイツリー見てきました。すごいな。そっか、はい、そう、さっきのね、ちんともさんは引っ越し業者込みだったけど、今回はもうガチ運搬しないといけない。すいません。確かにガチ運搬しよう。大きいものがあるんで、お願いします。ね、検定の時懐かしいね。懐かしいね。え、皆さんで行ってましたよね。あ、行ってた行ってた。ありがとうございました。今、足をくれちゃった。あ、これ7000円ぐらいですか。力持ちヤザキング。これ1日だけ少しアルバイトしたことあるんで。ありがとうございました。体重80キロトリオが。あ、そう。79だから。みんなね、みんな79っていうの。そこだけは。僕78です。ああ、もうオークションじゃん。下に。じゃあ女子が下から運んできて、俺らは綺麗に並べる。逆だよ。逆だよ。ねえ、はい、楽しようとして。じゃあどうしようか。なんか多分下からこの玄関班と玄関から部屋班と一回ここに止めてもいいんじゃないですか。みんなで。なんか意外とそのなんだろう、めっちゃ多いんですよ。何から置くかとかさ、はいはい、一回入れちゃって後から大変になる可能性もあるから。オッケー、そうしよう。はい、お願いします。お願いします。好きが出た。あ、よいよい。はい、新メンバー2人で。はい、もうちんともんは今半年やばいですよ。ちんともんになってる。半年が終わって、あ、でもすごい綺麗です。てかめっちゃおしゃれじゃない。今私すごい。あ、え、めっちゃおしゃれ。おしゃれですよ。家具がいいね、うん、やばい、私の名前って恥ずかしい。私多分倍以上段ボールあって、ほぼほぼ服なんですよね、私。マジか。やばいです、荷物の半分以上服で埋まっちゃいました。わー、そっか。すいません、めっちゃ往復しないといけない。そっか、はい、頑張ります。頑張りました。いや、ありがとうございます。下で10分ぐらい待ってたんですよ。誰も来なくて、なんかごめんごめん、上がってきたら楽しそうなのが来るから何かなと思って。一人でしたね。ごめんね。どう。すごい力持ちやザキング。あ、引っ越し業者でバイトしてたことあるんだよ。どんぐらい？一日。研修は受けてたんですね。おお、すごい。持ち方とか完璧ですよ、今日は。おお。頑張って、冷蔵庫解体して。めちゃめちゃね、新しいっていうか、一番でかいね、今までの中で。いやー、中身入ってるよ。頑張れー。それ、冷凍じゃないですか、大丈夫ですか。いや、感じですか。ここは、こっちまで押しちゃって、そこでだんだん倒してあげましょう。あ、もう、こう。はい、あ、ここ持ち手がこんな感じなんですけど、もうしょうがないですけど。はい、
でしょ。山芋です。あ、すごい。なるほどね。はい、できます。はい、あ、すごい。え、これより大きいものある？これより大きいのはないです。じゃあそこ、とりあえず壁につけて。ありがとうございます。よし、じゃあ、あとちょっとだ。ありがとうございます。めっちゃ汚れてるな、なんか。そうそうそう。OK。はい、引っ越し中なんですけど、ヤザキングはただただ自分のチャリを磨いている。怖いわ。ありがとうございました。どうもおめでとうどうも皆さんお疲れ様でした。ちょうど終わった時に来ました。よかったです、本当に一つも手を汚さずにということで、今から冷蔵庫は大移動です。ちょっと自分のものはとりあえず誰が運んだのこれ。これ矢崎さんとアイリスさんの妹さんの夫旦那さん初の共同作業でした。初の共同作業。じゃあちょっと移動しますか。はい、さあ令和荘の大移動です。かなり荷物が散らかってますけどね、これがまた綺麗になってくれることでしょう。ゴミが多いですね、本当に。すごいね、あふれんばかりの。まあでもこうでもないとね、綺麗にならないから。さあ、これが新たな令和荘の冷蔵庫になります。アイリータクから持ってきてもらったらっきょうの匂いが染み付いてる。嬉しいな。嬉しいな。え、なにこれ。味噌か、味付け味噌、ケーキ用マーガリン、そしてこの大量の酒。すごい酒です。これはオックの提供でね。これ夜にみんなで。みんなで。いやでもまずカレー屋行かないといけないですよ。うわ。ですよね。楽しみにしてたんです私。ダルカレーってみんな。ダルカレーはあんまり美味しくない。すぐ行けると思ってない。え、行けないんですか。そう簡単には行けない。だって歓迎会はなんかここでっていう話をなんか動画でされてたんで、めっちゃ楽しみにしてたんですけど。行くにはやっぱりね、やっぱある程度の資金をくぐり抜けていかないと。そうなんですね。確かにあの店入るのも難しいですからね。なかなか場所を教えるわけにはいかない。さあ、そしてチントモがミスタードーナツを買ってきてくれました。ミスタードーナツ。人のやつを。ミスタードーナツを。ちゃんと発音するじゃん。あのオーディションに来た時に。やめてください。なんでずっと気にしてたんですよ。ずっと気にしてて。ずっと気にしてて。自分だけ手持ちがなくて。自分だけ手土産を持ってきてないことに、他の人のやつ見て気づく。いやいやいや、それで今日、ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。いただきます、後で。なんか溶けてないかな、大丈夫。溶けるけど、なんつって。いや、なんか車で一緒に持ってきたんで。え、何？引っ越し業者の人？あ、そうです。え、一緒に乗ってきたんだ。そうなんですよ。あ、よかった。あ、ありがとうございます。おいしそう。これと、これ後でいただきますね。はい。さあ、大移動です。みんな気をつけてください。階段行くしですね。おお、すごい。さすが、お芝居しよう。僕、引っ越し業者でバイトしてたことあるんで。何日？1日。逃げるように。それもう逃げてんだよ、働いたってないよ。さあ、いけるか。いけるか。はい。うわ。いけそうですね。僕はいけます。大丈夫。はい。確かにサポートも3人ぐらい入れる。少しじゃねえんだよ。階段がちょっと不安。これでもこの、あ、大丈夫。2人でさ。いける。ギリ。はい。あ、検定の梅酒もここにあります。あ、ちょっとこっち見てください。え？絶対こっち。いや、絶対こっち。頑張る梅酒。いい色ですね。いい色の梅酒ね。えや。いける大丈夫？お、力持ちだね。いやー、本当に本当にですよ。ないな、コメント。お笑いの力持ちって言われてますから。そんなこと言われたことないじゃん。どこに設置だ？洗面所の横。はい、そうしましょう。いいですね。はい、ここに置いて、一旦置いて、ちょっとこれをどかそう。うわ、綺麗な部屋になってる。本当だ、めっちゃ綺麗。ここちんともさんの部屋です。あ、ここちんともさん、めっちゃいい、めっちゃいい。この様子はまた別動画で見せるんで、まだ見せません。確かに。オッケー。あとは女子でも押せる感じなんで、ここら辺は自分たちで片付けてもらって。これいいよな、なんか化粧水とか入れたりさ、うん、ね、女子はね、そういうの大切ですから。そうだね、かたんな女子を。一番わかってるもんね、お前から。さすが矢崎さん。一番のフェミニストですから、僕ら。フェミニストか。ちょっと違うんだよな。ちょっと違うんだよな。
はい、ありがとう。無事に設置できました。さあ、順調に令和層、ここはね、女子部屋の階になりますんでね、ここは華やかな階になると思います。で、この1個上上がったら地獄の階です。男たちが住む、もう巣窟です。ここから先はね、上がらないように気をつけてください、来た人は。よし、さあさあ、まだまだ行くよ。さあ、ヤザキングがなんと舌をきれいにしてくれて、ビカビカも、いや、前を見せないとわかんないよね、汚さの舐める、ここでご飯食べな、その子に散らかして。地獄みたいな。じゃあここにはめ込みますか。はい、このでかい方行くんですね。はい、そうそう、これ一回どけて。はい、よ。最高、傷つけながら引きずっていこう。めっちゃ傷ついてるよ。うわー、ほんとだ。いいね、いいね。いいんですか。勲章、勲章だから、これも。うわ、ハルク出た。令和層のハルク。にしては細いんですよ。その進化前のね、ハルクだから。おじさんの方。おじさんの。どうしようもない方じゃん。どうしようもないよ、その方。あ、なんか草ここ。え？草。え？ラッキョ？いや、それあっち。それあっちです。さあ、アイリーです。お、一人で動かしてる。すごい女の子。そんな歩く、相撲を取る時みたいな感じだよ。相撲歩く、相撲女歩く。どうか、シンデレラフィットか。あ、いいんじゃない。おー、そんなにがいいね。そっちじゃない子は。えー、くせ。ダッシュタンみたいな買うか。確かに。やってたんですよ。やってたんです。やってた。やってたんです。嘘は良くないよ。嘘じゃない。もう早速匂いで始まりました。なんで、スメハラだ、スメハラ。私がやってる側です。あ、本当だ、意外と狭いか。あ、待って、もうちょっといけるかもしれない。もうベタってかけちゃって。いけそう。あ、いける。あ、いけます。あ、で、多分奥をね、もうちょい押したら。あ、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 シンデレラフィットだ。すごい、いいじゃん。なんかそれ、ちょっと開けづらくなる。あ、でも大丈夫そうや。うん、ボタンが、ここが、あ、開くかわかんないですよ。あ、ほんとだ。あ、あ、全然、あ、あー、ここもあってね。あー、やば、いいね。いいんだ。いい。こっちに出させたから、ほら、これで、これでいいよ。これでいいよね。うん。ありがとう。いいね、これでいいよね。うん。よし、オッケー。はい。あざまーす。うわ、すごい、ほんとに。寝かしつけてるじゃん。ということで、令和層の皆さんにプレゼントがございます。嬉しい。質問あげたくないもんだ。ようやくです。2年目にしてようやくこちら、じゃじゃーん、共通のお財布でーす。おしゃれ。しかもなんかメーカーもすごそう。こちら、村さんのお財布でございます。うわ、かっこいい。はい、これちょっとね、はい、共通のお財布ってのがなかったんで、はい、うんうん、これでね、企画費とか教育費とか管理していきましょう。わ、うん、味出てくるタイプなんですよ。そうなんですよ、年々ね、出てくる。で、あともう一つ、これ多分なくすと思うんだよね、令和層だったら。なのでね、財布の置き場も買いました。おしゃこれ、いいんすよ、めっちゃ。なので、ここに共益のね、ものは置いとくみたいな。あ、いいですね。そう、これだったらみんな買い物とかしやすいと思うし、企画のものとかも買いやすいと思うんで。めっちゃいい。ただ置く場所どこにしましょうかね。ね、分かりやすいとこはいいね。まあ、本当は玄関がもう、これ言う、あ、そっか、言わない方が、盗まれる。これ狙いにくい。これを取らないでください。分かりました。じゃあ、これは僕の部屋に置いときます。危ないな、危ないな。ということで、見てください。なんと、ひいこさんが綺麗なホワイトボードを作ってくれました。これでみんなのね、動画の提出が分かりやすくなるっていう、はい、ちょっとまだネタ見せないんですけど、こういう風に先のめっちゃネタバレがすごいんですけど、新メンバーとビーズするとか、全然こんなのやる予定ないんですけど、嘘書いてます。で、これで、これがですね、すごいんですよ。磁石式になってるんですよ。だから、こういうふうに終わったら、こっち側の提出済みになると。で、こうすれば、今誰が提出してて、誰がサボってるのか一発で分かるという。うん、確かに。
え、え、絶対目いきますからね。そう、みんなの目に見える形でもうこれでサボれない。確かに完璧な仕組みができた。気に入ってる。気に入ってるよ。素晴らしい。意外とアナログなんだね、令和層は。アナログが合いますね、やっぱり。確かに。ちょっと古臭いぐらいが。確かに、トレロなんて使っちゃダメよ。管理ツール、トレロなんて使うような人間たちじゃないんだから。昭和。そう、令和層は昭和ですね。そうっすね。最新のなんかアプリとかいらないっすね。なるほど。気づいたわ。レトロがいいね、一番。レトロが。これでね、はい、まだまだ進化していくので、ぜひ皆さんお楽しみに。はい。さあ、ということで今からねみんなで夜ご飯を買いに行きます。そしてゴミ捨てをねみんなに体で覚えてもらいたいと思います。体に覚え込ませてください。令和層がゴミ捨てるのが一番大変な仕事だから。そう、体に覚え込ませる。みんな毎週同じ行動っていうのができないから、まあちょっとねご飯買いに来つつね周りのね土地を覚えてもらおう。はい、そうっすね。どう、仲良くなれそう？いや無理かもしれないですね。呼んだ名前？まだ一回も呼んでないです。なんて呼ぶ予定なの？いや、アイリとAD ですね。ちょっと呼んでみて。え、アイリは何買ったんだっけ？何買った？何買った？うん、何注文したい？うん、サムライマックのベーコントマトです。エディさんは？エディさん最低。ひどいね。月見のセットです。月見のセット。ウェブライターさんって呼びます。めっちゃいい、めっちゃいい。めっちゃいい、いいね。お互いの呼び名決まったね。役職です。エディさんとウェブライターさんで。ウェブライター、それめっちゃもらい。いや面白いな。ウェブライターさんで一回呼んでみて。はい。幸せですね、これは。幸せなの。でも役職はね、認められてなかったから、うん、そうですね。ずっとウェブライターで食ってきたって言ったから。そうですね。ついに認めてもらえた。ただ、ウェブライター自体が最近活動してないっていう。